はい、久しぶりに自転車に乗ろうと思うんですけど、あまりに久しぶりなんで空気が抜けてます。ということで今からね空気を入れるんですけれど、はい、こちらねちょっとアップでいきましょう。はい、ちょっとアップしてみます。はい、バルブがね普通式バルブになってます。なのでこのままだと空気が入れられません。ちょっともうね空気がねこうね乗ってなかったから、こう指でこうできるレベルになっているので、はい、今からちょっと空気入れようと思います。こういうねあのバルブを、つけます。つけて空気を入れていきます。ここですね今、はい、ここのこちらのちょっと近くに寄せましょうか。はい、こちらのこの普通式バルブの先のところを少し緩めて、こちらのこれですね、はい、このこのバルブをここにねじ込みます。ちょっとカメラ意識してうまくできんね。はい、そして通常のこのこういう、自転車をとかバイクに空気を継ぐ空気継ぎの先を差し込んで踏んでいくわけです。はい、こちらですね、これを踏んでいくわけですが、大体ですねこれ空気圧の目盛りがついてるタイプなんですけど、まあ安いものですが大体4キロぐらいこのメモリでね入れるといいです。はい、こちらぐらい今これぐらい入ってます。これぐらいがねあの入れておくと最低限必要です。はい、高圧のねタイヤの方がいいと思います。バイクは2キロぐらいですけどね、自転車は4キロぐらい入ります。そしてあとはちゃんとバルブを閉めて、さっきの緩んだとこを閉めてからキャップをつけましょう。キャップはね一応このどこかでここもトラブった時に困らないように A 式バルブに変換アダプターも一応つけてます。これ前後つけてます。はい、こんな感じ。ただまあ継ぐのはね普通のこの米式バルブに変えた方が見やすいのでそちらでやってます。そんな感じで前輪にも空気を継いで出かけようと思います。はい、こちらがねいつも使っている中華アクションカムなんですけど、こちらにねこの部分に内蔵マイクの集音口があるんですけど、ここを風切り音が通ると、ゴーゴーという音が入るので、ここにねこのケース、ここ、はい、このケースのこの間にねこのスポンジをね挟み込むと、さっきのようにちょっと防風効果が出ます。ちょっとでも声がこもるんですけどね、はい、ザーザー言うよりかはいいかなと思ってやっています。ちょっとつけてみますね。はい、ちょっとねこんな感じです。はい、これだけでも結構防風の音のねスポンジの防風効果が出ます。はい、こんな感じで撮影を自転車でしてみました。はい、皆さんこんにちは、チャルさんです。久しぶりに自転車引っ張り出してます。ジオスフェルーカです。はい、ちょっとぐるっと回ってみたいと思います。まあもうね結構走ってて1万キロ以上は乗ってると思うんですけど、はい、もう古いです。だから10年近くもう経ちます。はい、なんですけど、まあ綺麗です。なのでねどこがねダメになったかっていうとね、これ急速なんですけど一番手前のこっち側のギアがもう踏んだらギアが抜けます。やっぱねミニベロなんで一番この高速ギア側のギアよく使うんで、はい、そういうことでこちらがダメになりました。
はい、やっぱ1万キロ乗るとそうなりますね。あとね、変えてある場所っていうのはこうサドルとかこういうメーター周りの部材ですね。あれ焦点が合ってない、はい、メーター周りのね、この辺、あ、ここにあのアクションカムつけるところとかつけてます。はい、そんなぐらいと、あとまあ前後のブレーキはあの105に交換しました。はい、全然効きがいいのでこっちの方が。あとタイヤがね、あのシュワルベ使ってたんですけど、今あのタイヨガのパワーブロックっていうこういう溝のあるこういう手の街乗りに適したタイヤに変えてます。遠くに行かないので。はい、あとはまあそんな変わってないです。はい、ボトルケージがあったり、サドルバッグがついてたり、そうそう、あのこちらの普通のノーマルのペダルですけど、あのこういうプラスチック製のトゥーフックつけてます。これが便利でいいです。はい、あとはもうシマノの空とかっていうの最初のまんまです。はい、特には変えてませんという感じで、はい、今日乗っていきたいと思います。はい、久しぶりのね自転車漕ぎ出ます。はい、引っ張り出してね、一番最初モトブログを始める前っていうか、僕のチャンネルそのもの自転車でスタートしてるんですよね。そのせいで、あのそのせいって言っちゃおかしいんですけど、今でも自転車の動画に対するコメントとか結構いただくんですよ。でな、そうなんだけど最近全然自転車に乗るってなくって、バイクばっかりで、でふと気づいた時に、僕がね、あの2018年の11月から動画を撮り始めて、それから何本、もう100本200本300本とか200本以上かな、あのバイクも含めて動画を撮ってたって YouTube にアップした中で、一番最初に1万回の視聴回数を達成した動画が、なんとバイクではなくこのジオスのフェルーカの動画でしたっていう笑っちゃうけど本当の話みたいなのがあってね。でまあそういうの関係で、あの自転車のに関するコメント、動画の昔の動画のコメント結構来るんですよ、いただけるのね。でだけどまあそれに対してお答えするんだけど、あの乗ってないからね、僕自身がね、申し訳ないなと思ってはいた。で今日この4連休 GoTo トラベルどころかもうバイクも乗れねえよっていうこの時期に、ご覧のようにこのね、もう今にも雨が降りそうな天気なんですけど、ちょっとまあ散髪に行くついでにね、ちょっとその辺をポタリングするのに自転車もいいかなと思って、久々に自転車を引っ張り出しました。はい、そうなんですよ、そういうことでね、自転車を出して乗っているわけなんですけど、この自転車ね、もう10年以上乗っていて、10年近くかな、以上とは言わない、10年ぐらい乗ってるのかな。でも1万キロ以上走っちゃってるので、いろんなとこね、まあ毎日トレーニング的に使ってたんですよ、筋トレじゃないけどダイエットのために1日25キロとかずっと漕いでたの。そのせいで1万キロぐらいもう走行距離行っちゃってるんで、結構もうガタガタっちゃ、見た目は綺麗なんだけどガタガタっちゃガタガタなんですよ。でまあ僕自身の好みがね、どっちかっていうと遠くに行きたいっていう思考があるものだから、ミニベロってやっぱポタリング、近所ポタリング系じゃないですか。だからね、あんま最近で出番がなかったのと、まあ脚力が衰えて年とともに思うように遠くに行けないからジレンマを感じてバイクに頼っちゃってるのは事実なんですけどね。まあそんなこんなで乗ってます。そしてこれ今タイヤはね、さっきもちょっと紹介動画撮ったんだけど、タイヨガのパワーブロックっていうグラベルとかに履くような感じのタイヤに変えてるんですよ。昔はねシュワルベっていうところのシュワルベデュラノっていうちょっと薄い溝のない細い転がり抵抗の少ないタイヤにしてたんですよ。
もう全然あのわずかな差で漕ぐ力も全然違うし、速度の乗りも違うしっていうのでそうしてたんだけど、もう遠くに行かないので基本的にもうこの今のこういう街乗りのね、歩道を走ったりすると、あの車道と歩道の上がり下りの段差とかね、あの細いロードタイプのタイヤは非常にしんどいので、もうこうちょっと太めの、タイヤ側のパワーブロックっていうのに変えました。まあ使い勝手はこっちの方がはるかによくって、うん、まあその分50キロとか100キロとかそういう距離はもう走らないからという割り切りでもあります。もう島とかね、あのフェリー乗って行けばいいんだろうけどね、なかなかね、その暇があったらバイク乗りたいよってなっちゃうんだよね今日はね、どこに行くかっていうんだけど、まあ、さっき言った散髪屋さんに行くのが目的なんだけど、散髪屋さんは実はもうさっき済ませました。はい、もう格安のささっと割るところで済ませました。で今どこ行ってるかっていうと、川沿いをねちょっとね北上してます。そしてどこ行くかっていうと、まあ行ければ広島城ぐらいまで行って写真でも撮るかなっていうレベルなんですけど、あのそれと同時に途中にあの船入りっていうところにサイクル朝日っていう、セミが鳴いてるよね、夏なんだよね。サイクル朝日っていうね、自転車屋さん全国ネットのがあるので、そこに寄り道して、あのバーエンドのねキャップが片方抜け落ちてなくなってた、いつ落ちたのかわかんないんだけど、うん、ちょっと右側がなくて不細工なので、バーエンドキャップだけ買って帰ろうかなと思います。まあね、今日もね一日このぐらいの曇りで持つんならバイク乗るけど、でもこうやってね山の方ってもう完全に降るからね、市内のこの平野部沿岸部だけこう曇ってて、ちょっと郊外出るとパラパラパラっと来ちゃうので、バイク乗って出ると絶対そういう雨の圏内に入っちゃうじゃないですか。だからもう自転車ならね行ける範囲も限られてるし、なんか今すごい KSR のスースト80が4台連なって走ってるなかなか珍しい、見ることがない光景だわいや自転車乗ってるとこういうなんとなくこう面白い光景に出会えるからいいよね。街乗りするには自転車最高だよね。ただねこれ撮影がちょっと難しくって、うん、ちょっとさっきもあの自宅のテレビ、あの机の前でミニ動画をちょっと撮ってあの説明したんですけど、昔はねピンマイクつけて、あのハンドルポストのところにカメラをつけて、ピンマイクつけてこうワイヤーで口元に、襟元っていうのかに、マイクを持ってきて喋りながら全車こいでたんだけど、で今はねもうね面倒くさいから外部マイクやめて内部マイクのみで撮影しながら走ってるんですよ。もうこれ一番簡単でいいよね。あ、まあこれあの速度が本当に今10キロぐらいでタラタラと漕いでるので、あの風も切らないし、周りもまあ普通の音しか入んないし、首からネックマウントぶら下げてるだけなんで、本当にこういう撮影スタイルは楽でいい。ただまあこれ欠点は段差を開ったりするとネックマウントぐらぐら揺れちゃうんで、あの強力な手ブレ補正があるといいんだけどね、なかなかそうもいかないでしょうから。あ、大雨警報のが出たみたい、広島市に。やばいねとっととサイクル朝日に行ってバーエンド買って帰るか、広島城ぐらいまで行って写真撮ろうと思って、あのミラーレス一眼背中に沿ってきたんだけど、ダメだねこれ。うん、まあということでね、はい、梅雨が明けない、4連休とってもつまんない引きこもりな、毎日を過ごしておりましたが、やっと皆さん、サイクリストの皆さんにお待たせの自転車動画を撮りました。はい、ということで今日はこれで許してください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。